SMBC 日興証券株式会社は、三井住友フィナンシャルグループ参加の証券会社。1918年、川島屋商店として、東山源一が創業した。米国投資銀行シティグループの日本法人の親会社として、投資銀行部門を拡大した後、2009年10月より、三井住友フィナンシャルグループの一員となる。二千十一年四月に称号を、 日光コーディアル証券株式会社から変更した。2012年4月、公募インサイダーにより金融庁より業務改善命令が下された。1998年に三大証券会社の一角であった日光証券はトラベラーズと提携し、1999年にホールセール投資銀行事業を日光ソロモンスミスバーニー証券へ移管した。それ以後の同社は、 リテール部門の証券会社といった位置づけである。日光の証券持ち株会社制への移行に伴い、2001年3月に証券業の準備会社である日光証券分割準備株式会社を設立し、同年10月1日に日光証券株式会社から準備会社が承継。日光コーディアル証券への社名変更を経て事業開始した。証券の字が 常用漢字に変更されている。その後、2006年の粉飾決算の影響もあり、2007年以降は、アメリカ金融大手シティグループの参加に、グループごと入り、シティの日本事業と統合を進めた。これにより、金融グループ企業日光シティグループを構成する、中核リテール証券企業となった。シティグループが、2008年の金融危機以降の業績悪化から、 経営再建をするため、参加に収めた日光グループを売却し、証券事業については三井住友フィナンシャルグループが取得した。まず、三井住友銀行が完全子会社として、日光デである証券分割準備株式会社を設立。2009年10月1日に、日光シティホールディングス株式会社の子会社である、日光デである証券株式会社が、 全事業について、日光シティグループ証券株式会社が一部事業について、それぞれ会社分割を実施して、日光コーディアル証券分割準備株式会社に、承継させた。そして、日光コーディアル証券分割準備株式会社が、日光コーディアル証券株式会社に、称号を変更して、三井住友フィナンシャルグループの総合証券会社として、再出発した。 なお、日光コーディアル証券株式会社は、シティグループ、オーバーシーズホールディングス株式会社に、日光シティグループ証券株式会社は、シティグループ証券株式会社に、それぞれ称号を変更している。2013年4月に発表した中期、経営計画の重点施策である、リテール部門への積極的な投資による、顧客基盤の拡大と収益力の維持に基づいて、 翌14年2月に開設した銀座、梅田支店を皮切りに、15年2月17日に開設した戸塚支店まで22の拠点が増加した。2016年10月、SMFG が当社の全株式を三井住友銀行より取得し、SMFG 直接の完全子会社となった。2018年1月、SMFG のグループ再編の一環で、 SMBC フレンド証券を吸収合併した。この合併によってシステム統合や店舗の統廃合などで年100億円規模の経費削減効果も見込んでいると報じられている。陶器場の本店は東京都千代田区丸の内の本店店舗が入居している新東京ビル。本社機能は新丸の内ビルディング、日本橋高島や三井ビルディングに置いている。なお、 投資銀行部門は、ベーシティグループ証券から、三井住友フィナンシャルグループへ売却された後も、引き続き新丸の内ビルディングに入居している。かつての総合証券として幅広い金融商品の販売を行っており、2001年のコーディアルへの社名変更を機に、個人顧客の通信取引と店舗での対面取引を一体化させた新形態ワンストップチャンネルを明確に打ち出し、 店舗では資産運用のコンサルティングを重点に行っている。オンライントレードは日光証券時代の1996年にホームトレードアをスタートし、社名変更時に現行の日光イージートレードに改めた。1999年にオンライントレード専業の日光ビーンズ証券を設立しているため、コーディアル証券では 店舗取引を合わせたワンストップチャンネルでの契約となっている。他に2004年に業務提携したローソンが金融商品取引仲介業者となっている P 株があった。旧マネックス証券を吸収合併しマネックスビーンズ証券と解消した後、改めて消滅法人側の名称であったマネックス証券に解消。現在に至る。 これ以外のツボネは別番組を同時刻ネットしていたためミネットだった。ただし、テレビ大分、テレビ宮崎はミネット。別番組に提供。移動初回はミスターサンデーが休止のためダイヤモンドグローブ SP に提供していた。ありがとうございます。